巨大な二枚貝、低性生物の一種。低性生物とは水域に生息する生物の中でも、低質に生息する生物の総称であり、ベントスとも言う。生態学ではこのベントスという語を使用する方が一般的である。この場合の低質とは、水域の底にあたる岩石や砂地、低地からコンクリートなどの人工建造物によって、 形成されているそこ及びそこに付着する海藻や、サンゴのような固着生物などの生物も含む。従って、訂正生物は、推定の岩、砂、泥に住むもの、及びそこに生活するサンゴや海藻などに住むものをも、含む。また、その表面を徘徊する、もの、表面に固着する、もの、表面から潜り込んで生活するものが含まれる。 それらの表面から離れて生活するものは、ネクトンかプランクトンに分類されるが、実際にはその表面からあまり離れずに生活するものもあり、それらはベントスにまとめられることもある。気質中に潜り込んでいるものをエンドベントスといい、自ら穴を掘って潜るものを先行性、気質粒子の隙間を利用するものを感激性という。硬い気質に穴を開けて潜るものを先行性という。 日本において、定性生物という語は、ベントスの訳語として用いられているが本来ベントスは、ネクトン、プランクトンに対応する生活型の分類の一つで、ある。定性生物は古いを通過するサイズによって、さらに以下の通りに分類される。定性生物は、その移動能力によって、さらに以下の通りに分類される。定性生物の生育と提出に含まれる。 重金属等の有害物質とは、負の相関関係があること定性的には知られているが、定量的な把握のためのデータ収集が行われている。定性生物の定量調査は、絶対密度として表すのが一般的である。二枚貝類は、水中のプランクトンや有機検膜物を餌とすることで、水質浄化を、五貝類などは定例を食べて排泄したり、 動くことで停電に穴を開けて、水の交換を流したり、分解者としての役割を果たしている。また、魚の餌として、食物連鎖の回にあるものが多い。ありがとうございます。